Courage, keep singing our song. Hello, 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 Halloween. I'll tell our story and you'll tell it too. Hello, 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 Halloween. A story of stars and the sky clear and blue. Hello, 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 Halloween. If you can wish, know your wish can come true. Hello, 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 Halloween. Here for me now, and I'm here for you.最高のパフォーマンスを見せましたね、このニューヨークチーム応援団。イエーイ。やったやった。ありがとうございました。この曲はですね、今の手話歌とダンスでやらせてもらったんですけど、実際の本編、今回のオンライン公演には入っていない、この手話歌はね、手話で表現するっていうものは入ってないんです。でもこの曲がテーマソングとなっていて、本編では、ルビッチ君とプペル君が出会った時に、プペル友達って何なのって、友達っていう言葉自体を知らないんですね。で、その友達っていうのはねって、こうやって怖い時でも寂しい時でもいつでもそばにいてくれる存在なんだよって言ってルビッチが、プペルに教えてあげるっていう、風に入ってくる曲になってます。はい。で、もしもしね、もしまだオンライン公演のチケット購入されてない方が、このグループ内に Facebook のグループを見てくださってる方、またはこれを今後動画をシェアしてくださってる全く知らない人がいたとしたら、ぜひぜひ見てください。9月19日20日です。というわけで、何か質問ありますか？せっかくなんで、この Zoom に参加してる方からこうはいはいって手を挙げてもらって、質問があればという感じですが、はい、団長アンミュートできますか？いや、まず今日はお礼で、はい、ムサさん、本当今日応援団のためにありがとうございました。ありがとうございます。めっちゃ泣いてるじゃないですか。昼間からですか？早いですね、だいぶ早い。あ、すごいすごい、やばい、すごい。岩崎さん、何ですかそれ？ひとえむす I love New York。 わー、泣いちゃうね、みんなで。すごい、本当感動、本当にありがとうございました。あと今日参加してくださった応援団の皆さんもありがとうございます。応援団じゃない人も大丈夫、今日来てるかな。ありがとうございました。はい、私は質問じゃなくても、俺ですか、団長として。応援団団長、もう団長大変ですね。こんなたくさんの LINE に従えて。もう本当ね、半分ぐらいの方知らないんです私。最高じゃないですか、新しい出会いじゃないですか。でもそれってちょっと私もそう思ってる。私もなんかもう松浦さんが泣いてるって思ってたから、私もなんか何回も泣きそうになっちゃって、やりながら。本当ありがとうございます。もない、はい、いや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 、あ、でもそれってすごくないですか？でも知らない人と出会えるってすごいことですよね。そう、なんか私も今勝手にオンラインで全国ツアーやらせてもらってるんですけど、レッスンを、うん、でそれってもうほとんど全員知らないんです。いや、伝えてる人、私会ったことない人なんです、全員。でもそれって私のお友達とかがスタジオをやってる
お友達とか、あとここ今日も参加してくれてるソーシン君とか、ソーシン君が呼びかけてくれたりとか、そのソーシン君のお友達が呼びかけてくれたりとかで、ものすごい人数の人が集まってくれて、でも誰も知らない、初めまして、バックグラウンドも知らない、なんかミュージカル俳優のプロなのか、あの勉強してる人なのかも分かんないまま、あのやっちゃってるんですけど皆さんのバックグラウンドも知らないままね。でもそれでもあの皆さんすごい楽しんで、あのやってくださって、それで、そうですね、あの昨日もオーストラリア、中国からの参加や、あと難聴の方も参加してくださったりとかして、それでみんなで最後にこうね、一緒に歌ったりとかできること、本当に世界中でいろんな人がみんなでこの歌を歌えるっていうつながりに、本当にあの素晴らしいなことだなっていうのを感じていて、でもそれってやっぱりこの作品の持っているこの力とメッセージが本当に強いからこそ、みんなすごく共感してくれて、で歌ってるからこう喜びを感じられる、すごいのこのこさんがこれをバックランですかそれそう、本当にそういう風にこうやってね、こういう風に口もいなのこの絵を作ってくれる人もいたりとか、そうやってみんなが応援してくれてサポートしてくれて、で本当にこのミュージカルがどん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 少しずつ少しずつ大きくなっているっていうのを本当に感じていて、でそうそう、でそれをあのこうやってそうサポートしていただけるからこそ、こうやってね、またこういうここにも今日も参加してくれてる小さいねお子さんとかね、もう2問ほど届けすることができる。だいたいこう子どもたちのレッスンしたときするときはいつも絵本を見せて、絵本をだこのストーリーをパーッと読むことから始めるんですけど、そうするとすごいやっぱりみんなこうはって食いつくんですよね、めっちゃ絵本に。やっぱりこの煙突町のプペルっていう絵本が本当に素晴らしい作品があって、でそこから本当にさらにいろんな素晴らしい作品が生まれていて、で私たちもあのこれをミュージカルという作品として、皆様にお届けできるっていう喜びを本当に日々ねみんな感じていて、じゃないとその11時間もぶっ通しで仕事できないですね、だからそんな情熱がないともうすごいです本当に。でその情熱を持ってみんなあのやらせてもらってます。でもちろんまだまだ本当にこれが第一歩で、あの制作段階っていうよりも、あのまあまあまあとにかく皆さんにお見せする第一歩の形としてね、で、お見せして、しかもまあ本当だったら舞台上でねやる予定だったわけで、今もまさに劇場にいたような時間かと思うんですけど、本来ならばあのこのコロナがなければね、もう劇場でもうわやうわってなったと思うんですけど、でもまあそうしなけど、でもまあオンラインという形に変えたからこそお届けできる人が増えてるかもしれないし、あのうんと思って信じてあのやらせてもらってますので、ぜひぜひ楽しみにしていただけたらいいなと思っております。はい、ありがとうございますありがとうございます。なんかせっかくだからね私はもうムサさん何回もちょっとお話とかやってるけど、はい、なんか全然ね、はい、お話ししたことない人とかぜひ。そうですよね、うん、初めましての人も、なんか私たまります、お久しぶりの方もたくさんいますけど、本当本当、何か質問ありますか？そうじゃないかったら、あ、あるある、はい、どうぞ、はい、誰、誰か、マリコさん、違う、誰ですか？カフェドマリコです。はい、どうも。群馬県から。おお。あの西野さんのエンタメサロンに2ヶ月くらい前にあの入会させていただいて、で、はい、あのこのブロードウェイのこの公演をですね、あの心から楽しみにしています。であのいろんな方の出会いがあって、あの私は飲食店を営んでますので、コロナの影響はもろ受けで、もう本当どうしようっていう時があって、それであの西野さんの活動を知ったんですね、うん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 、で、あの本当にね希望を失うというか、自分はその自分もう昨日自分一人でそのゴミ人間だの、あの、あんな感じなんですよ。本当にどうしようかなっていう、発達障害とかいろいろあって、なんかこう、
生きる希望がないときに、あなたはお店開いたら絶対成功するって言われた一言でそこまでやってきたんですけど、まあ、コロナでね本当にどうしようっていうのを、今またこのような出会いをいただいて、オンラインでつながれるっていうこの喜びが、なんていうかこうすごく希望をもらってます。で、19日のそのオンライン公演はすごく楽しみにしてるんですよ。ブロードウェイは憧れですので私の、はい、バレエとかも大好きでしたので、はい、あ、そうなんですね、へえ、すごくもうこれはと思って今日楽しみにしてました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。あ、そうですよね。もう本当にどの業種の方も本当に大変だった年かと思います。本当に。あ、大変。なんか音が出ちゃうのなんでかしら。まあ、本当にね、もう我々も本当に大変な時でしたけど、そうですね。でもまあみんなね、みんなでまあとにかく頑張ってやっていくしかないですよね。まあ人生。ね、アップダウンいろいろありますからね、本当に。でもまあ、いいとき、本当に悪いときもあれば、必ず上に向かっていいときもいいこともある。そして、必ず開幕して、カーテンコールで皆さんの拍手を、を迎えられる日が来ると思っているので、それを楽しみにしております。他に何か質問など。質問コメントなどある人いますか。ゆうとさん参加してました。なんかずっと見えなかったんですけど、ちょいちょい出たり出なかったりな感じですか。はいはい、皆さんこんばんは。なんか変なの来た、変なの来た。こんばんは、元気ですか。イエイイエイイエイ。ちょっとついていけてない人がいるので、ちょっと気をつけてください。テンションに。イエイイエイイエイ。イエイイエイイエイ。みんなでやろう。イエイイエイイエイ。イエイイエイ。イエイ。ここにいるみんなもそうですけど、今日参加されてない方も、本当にめちゃくちゃ応援してるんで、安心して、武佐さん前向いて頑張ってください。ねえ、みんな。イエイイエイ。イエイ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 。皆さん応援メッセージですね。もうありがとうございます。まいちゃん、まいさん。はい、あれ、今日劇団四季大阪で瀬戸ちゃんとヤンさんと見てきたんですけど、まだ完成形ではないけど、昨日かなんか映像を見たっていう風にお二人話されてて、うんうん、もう本当に泣けるからっていう風に聞いてて、苦労もすごくこう、まあ、生で見た後にお話を聞いたので、これをズームでやるっていうことはやっぱりすごく難しいことだけど、すごい完成度だからって言って、もうすっごい楽しみに待ってて、しかも泣けるよって。あんまり上げないでください、上げないでください。いやいや、でも本当に、いやでもヤンさんとか、まあね、瀬戸ちゃんもあれかもしれないですけど、ヤンさんがそこまで言うっていうのはやっぱりすごいいいものが出来上がってるんだなっていうふうにすごく思ったので、もう来週すごく楽しみですね。まだね、ちょっと編集もっていうお話を先ほどされてたので、もうどんなものがまた出てくるんだろうって思うと楽しみなので、うんうん、本当に武佐さんも大変だと思うんですけど、ぜひぜひ頑張っていただいて、まずは日本から応援してます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、嬉しいです。ありがとうございます。そうなんですよね、その言葉昨日小野くんから聞いて、その途中ですごい安心しました、ほっと。な、そう言ってもらえるとね、ちょっと良かったなと思ってます。本当にありがたいお言葉です。嬉しいです。でも本当にね、編集、まあ、私に関して言うと振り付けの方、まあ、映像編集って本当になんか全然違う仕事、職業だなって本当に感じて、ちょっとなんか想像してたのとはだいぶ違ってですね、やっぱりこう今までこう舞台のダンサーさんで、こんなしリハーサル室にいてダンスを作って、でそこで調整して、そこで合わせていく、やっぱ同じ空間で合わせていくっていう作業をしてたんですけど、なんかやっぱり
ズームでやってるところがあるので、でこう同じ空間じゃなくてそれぞれがやっぱり撮っていると同じ振りをしていてもやっぱり個性が出るのはいいんですよ。個性が出るのはもう素晴らしくてすごいいいんですけど、でもやっぱりそれが同じ空間にいるとそれがうまく混ざるんですけど、やっぱりそれぞれお互い感じられるから、でやっぱりその同じ空間にいないとすごい混ざらないくて、そこかとかが難しかったりとかして、私の観点か私サイドの話から言うと、でもまあまあそれです。でもね、だん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 調整しながらいろいろこうやっていって、ちょっとプランを変えてみたりとか、ああいうこういうふうに見せようと思ってたけどこうじゃないなっていうこのあるものをちょっとねこう組み替えてとか編集したりとかしながらそうやってます。でやっぱりまあ本当にいい俳優さんが本当に揃っているので、やっぱメインキャストの俳優のこの映像をこう編集で普通にこう見てても何回も見た映像なのに、なんかやっぱりこう笑わせてくれるととか感動しちゃうとかで、それってやっぱ本当すごい力だなと思ってますね。本当すごいですよね、俳優力。そうですね、そんな感じで、あと1個か2人、お1人かお2人かという感じかなと。あのさん、あやなさん、はい、はじめまして。はい、はじめまして。こんにちは。こんにちは。吉田久典さんからこの間こういうのがあるよって聞いて、急遽初めて参加させていただきました。すごく楽しくて、子供もね今3歳なんですけど、英語も習ってるんですけどね、うんうん、楽しかったね。なんか上手にやってたので、うんうん、うん、普通に英語の、ね、英語の勉強というか意味と何か、うんうん、なんていうかな、動きが入ってきてるので、そう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 、うんうんうん、なのでね、何かで歌もあるから、歌も好きなんで、うん、こんな、うん、すごいちっちゃい子もできるし楽しいなって思いました、うん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 、で私は子供演劇をちょっとしようと思っていて、演劇をやってたんですけど子供演劇をしようと思っているので、はい、うん、何の質問っていうわけではないんですけど、また相談したいことがあったら連絡させていただきたいなと思ってご挨拶させていただきました。はい、いいですね、いいですね。プペルやるんですか？プペルそうです、そうです、プペル。あ、最高ですね。子供に演じてもらうのを各地でしたいなと思っています。はいはい、最高ですね。それはまあ大きな舞台ではなくって、うん、小さなカフェのスペースとかを借りて各地でできたらいいなって、うん、いいですね、いいですね。はい、今考えていて、個人的には海外の子どもの演劇教育に興味があるので、うん、おはい、やっぱり日本ではまだまだそういうのが、うん、教育としては入ってきてないので、うん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 、なんかそんなことを勉強したいなと思っています。素晴らしい、はい、なので素敵ですね。ご挨拶でよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらこそ楽しかったです。ありがとうございました。 ありがとうございました。ありがとうございました。いいですね、本当に。さよなら。さよなら、ありがとう。いいですね、なんか本当に幼稚園でプペル、小学校、中学校、高校バージョン、大人でとかね、少人数バージョン、大人数バージョンといろいろね、本当にできて、世界中の、しかも各国の言語でね、できると思うので、本当にこれがどん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 ね、いろんな国の人がやっていってくれるようになったら素敵ですよね。素晴らしい、いいですね、いいですね。なんかグループでこうアダッティさんとかエリーさんとかもこうグループでやし合ったな参加してくれていて、あと最後にもう大丈夫、なんかある人いますか、思い残しがないように。あ、白坂さん、はい、いません。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ムサ散歩の次回はありますか？あムー散歩ね、ムー散歩、ムー散歩
ムーン散歩見てくれたんですか？何回かやったんですけど、はい、あの衣装をね、あのグリーンスクリーンか、グリーンスクリーンとか衣装をこう受け渡しに行くときに、あの散歩せっかくちょっと10ブロックぐらい先での、 あの俳優だったので歩いて行ったんですよ。でその時にインスタグラムライブをしながら、あの配信、あの届けに行ってて、でムー散歩とかってやってたんですけど、それ以来やってないですね。そうですね、あの、まあ、今週が佳境なので、今週が終わって来週そしたらちょっと散歩しに行こうかな、ムー散歩しに行こうかな。はい、と思ってますので、そしたらまた見てください。そうですね、そのありがとうございます。そうそう、まあ、それは私の個人のインスタグラムのアカウントですけど、あと、まあ、私の個人でも、プペル・オブ・チミニター・ミュージカルも両方、インスタグラム、ツイッター、フェイスブック、YouTube とありますので、ぜひぜひまだフォローされてない方は、プペル・オブ・チミニター・ミュージカルで検索、そしてムサヒトミで検索していただいてフォローしてもらえたら嬉しいです。 YouTube チャンネルもちょっとプチッと登録してもらえたら嬉しいです。そう、それでこれは言っときたいんですけど、岩崎さん、瞳ムサで作ってもらって本当にありがたいんですけど、基本的に私はムサ瞳という、順番なんですね。でも瞳ムサでも、これここからムサからこう虹がかかってる感じででもいいですよ。ムサ瞳な感じで。いいですね、めっちゃいいですね。でもまあこれよくあって、ひそひとみさんって呼んでくださる方もいるんですけど、まあ、ムサさんって呼んでもらえたら嬉しいなと思って、こっちでもみんなムサムサってムサでファーストネームで、あのやってますので、これからもムサをよろしくお願いいたします。そしてプペル・オブ・チムニー・タウン・ミュージカルをどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ良い夜を。さよなら、みんなありがとうございました。バイバーイ。